ラオスのツボ酒、ラオハイを竹製のストローで吸って飲んでいる男性。ツボ酒とは、東南アジアの大陸部から、島諸部にかけての地域で、伝統的に醸造し、引用されてきた醸造酒の一形態である。ツボ酒の語は、ラオ語のラオハイの訳語である。ツボ酒とされる酒には、以下の定義がある。以下は、タイの東北部、メコン川を挟んで、 ラオスを望むラコンファノム近郊の村における1994年当時の大製造過程である。もみ殻ともち米を1、3の割合で混合し、1時間ほど蒸し上げる。マットに広げて室温にまで冷まし、もち米 4kg に対し 50g のルクパンを粉末にして振りかける。大型の壺に仕込んで、数日間かけ一時発酵させた後、 小型の壺4個に取り分ける。壺の口にポリエチレンの布をかぶせ、さらにもみ殻を混ぜて練った灰で固めて密封する。この状態で15日から30日ほど発酵させる。飲む際は、壺の封印を解いてコップ1杯分の水を注ぎ、竹製のストローを差し込み、発酵によってエタノールが溶け込んで酒になった水を味わう。最初は、客人や目上の人に勧め。 あとは、集団でストローを差し込んで飲む。液体分を飲み干したら、再度水を注ぎ、アルコール分がなくなるまで飲む。保存が効かないため、封を切ったその日のうちに飲み切るのが基本である。王は、アルコール度数8度ほどで甘く、飲みやすいという。封を切らず、壺の状態で売られることもある。値段は2002年の報告によれば、壺1個100バーツであった。 ベトナム北部の壺酒、ルオーカンも参照。基本的に壺酒は、晴れの振る舞い酒として一堂に会した村人が共に、壺を囲み、一斉にストローを差し込んで味わうものである。人数が多ければ小さな壺を囲むことが難しくなる。ため、サイフォンの権利で酒を吸い出し、別の器に取り分けて命名に回す。酒を吸う際には軟化した飯粒で、 ストローが詰まる恐れがあるため、前持って先端に布を巻き付けのみながらろ化させるか、仕込みの際に、露材としてのもみ殻を混ぜ込むなどの工夫が凝らされる。壺に仕込む際のもみ殻の配置は、地域や民族ごとに違いがあり、ベトナムの山岳民族を例にすれば、小ホ族は、メッシュともみ殻を創上に仕込むが、エデ族は、壺の上部、メッシュの上にもみ殻を乗せる。ノン族は、 飯ともみ殻を全体的に混合する。一方で、ベトナム北部に住む都族の壺酒はトウモロコシを原料とするため、発酵後も粒が潰れない。そのため、もみ殻は仕込まれない。ネパールの酒、ちゃん。固形状態のもろみを木製容器に取り、湯を注いで、ストローで味わう。同様の、飯と麹を壺に仕込み、水を加えず固形発酵させた後、水を注いで、 ストローで味わう形式の酒は、タイ、ラオスの北部、ベトナムの山岳地帯から、中国西南部の少数民族、海南島、台湾原住民族の間に広く分布する。さらに、ネパールに伝承される酒、チャンは、壺から直接吸引こそしないものの、固形発酵させたもろみを、木製の容器に取り分け、湯を注いで、アルコール分を溶かし出し、 竹のストローで吸って味わう点が、壺酒と共通している。原料は、もち米が基本だが、ラオス北部に居住する、クム族の壺酒は葉と麦を原料とする。インドミアンマー国境地帯のチン族は、トウモロコシや雑穀で壺酒を仕込んでいる。また、ベトナム北部のエデ族は、もち米を主原料とするものの、焦げ飯を加えることで酒に、香りと色を付加する。 6世紀の中国で表された農書、清明用術には、そこに小石を敷いた壺に炊いた泡と麹を混ぜて仕込み、飲む際は水を注いで、足の管でう、数ミイロ種が紹介されており、これが文献上における壺酒の所見である。現在の東南アジアでは上流酒やビールが流通する。一方、晴れの園石では壺酒が今なお愛飲されている。 車座の中心に置かれた壺から一斉に酒を吸う行為は集団の結束を再認識する場面でもある。飲みながら仲間をからかい、あるいは飲む順番の間合いを図ることで自身の立ち位置を確認する。一方で個人主義や衛生観念の普及から壺の酒をコップに取り分けて個人的に飲む方式も一般化している。ボルネオ島のルスン族は 伝統的に米かキャッサバを原料とした壺お酒、トーミスを引用してきたが、近年はプラスチックのコップに取り分けての個人飲みが一般化した。さらに2008年以降は1.5リットル入りペットボトルの上部を切り開いて仕込み、水を注ぎつつ、プラスチックストローで個人的に飲むトーミスが村内の酒造家から売り出されている。容器のリサイクル、付け替えが前提だった壺仕込みの時代から、 使い捨て容器、現金購入への移行により、民族の経済関連や主演の場は新たなステージに入りつつある。ありがとうございます。